TMGA の木村です。ゲナです、今回はお客様から要望の多い飛距離アップですね、はい、について、池谷コーチをちょっと検証しながら、どういう動きをしたらヘッドスピードなり飛距離がアップできるかっていうのを検証していきたいと思います。で、最初に池谷コーチに飛距離アップのポイントですねをちょっとトラックマン の数値を用いて、説明してもらいたいと思います。飛距離アップについて説明をしていきますと、ポイントが基本的に4つあります。で、こちらちょっと今トラックマンのデータなんですけれども、4つ使いまして、まずはこれクラブスピードっていうのはいわゆるヘッドスピードです。このボールの当たるこのヘッドの速度がちょっとやっぱないと、ボールがやっぱ飛ばないので、まあ、ヘッドスピードは速い方がいいですよ。次に、このスマッシュファクターっていうのはミート率です。で、このミート率も、まあ、芯に当たることに対してやっぱり反発とかそういうのも強くなるので、このミート率っていうのが、高い方がまあいいですよっていうのが2つ目です。で、そして3つ目がスピン量です。で、このスピン量も各クラブによって適正なスピン量があります。なので、スピン量が多すぎちゃうといわゆる吹き上がっちゃうってシューってスピン量が多くてランが出ないっていうパターンと、逆に少なすぎるといわゆるドロップってこうキャリーが全くこうなくてランばっかりになっちゃうって感じでキャリーがなくなっちゃうパターンもあるので、適正なこのスピン量を確保しましょう。で、そしてあとはこのランチアングルっていうのは打ち出しの高さですね、はい、で、この4つが基本的には大事になります。この辺のいわゆるミート率でしたりとかスピン量とかこの打ち出しの高さっていうのはこのボールの当たり方のいわゆる効率です。この当たり方が良ければボール飛びますよっていう形です。なので、ここの、数値の、効率がいい人に限ってはあとはこのいわゆるヘッドスピードっていうのを上げていかないとダメです。で、このヘッドスピードを上げるっていうのはスイングの、まあ、動作ですよね。動作を速い動きに変えてヘッドスピード上げるっていうものと、いわゆる自分の筋力でしたり柔軟性でしたりとかポテンシャルですよね、そこを上げるって2つになってきますので、今回はその動作ですね、どういう動作をしていくとヘッドスピードが上がりやすいかっていうのを木村コーチと検証ですねしていきたいと思いますので、参考にしてください。じゃあ今のところ検証1、検証2もスピード上がるって結果になってますけど、じゃあ3つ目最後ですね。3つ目、はい、グリッププレッシャー、握る強さですよね。あ、よく言うと思うんですけど、実際ね、お客さんでも結構しっかり握ってる方ってかなり多いじゃないですか、ちょっと当たらない不安からこうなんか暴れさせると当たらないっていう、ね、はい、ちょっと心理的なものだから、ね、はい、でやっぱりレッスンでも、もうちょっと力抜いた方がいいみたいなレッスンで、僕なんかも結構させてもらうんですけど、じゃあどのぐらい抜けばいいのかちょっと分かんないじゃないですか。あ、そうだね、マックスに抜いてもらって、マックスね、はい、でその時こう実際飛ぶのかと、それちょっと検証ちょっとしたいな、原理的にはやっぱりこう、なんかこう叩くとかと一緒になってくるからね、ちょっと抜いた方がこう少し叩ける動作になる、こういう動作やっぱ明らかにそうですね。だちょっと抜いて、よく言うね、期待値は高いですね、なんか全力、これもうめちゃくちゃ揺れる、もうなんかこう支えてるぐらいな感じでしょ。握るじゃないですね、握るね、支える、握る、ゆるね、ゆるゆるで状態で、はい、ゆるゆる、でも不安なんですか。不安だね。なかなかちょっと引き始めに困る。ゆるすぎて、ね、生の声ですね。おでも意外と当たってません。当たる、なんかね、こう当たった瞬間にパンみたいな感じがどっちかっていうとちょっと使える感じがあります。するね、ここでこう柔らかくしてパンってここの叩く感じが出る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 。じゃあ今のところいいですね。ちょっと引き始めが不安、引き始めとちょっとなんかこうフェースがどこ向いてるのかなって、やっぱ不安感はすぎちゃって、ね、ちょっとね出るかもしれない、ゆるゆるね、ゆるで。でもこれ結構出るね、スピード一番出てないですね。ね、でも実際でもちょっと飛ばしたいなっていう時はコースは、どっちかって言ったらこれに
が一番多いかな。ああ、まあ、実際採用してるってことですね。コースで一番飛ばしてる時どっちかっていうのは結構ゆるゆるにしてパーンとこうちょっと上げていく感じが俺一番多い。おお、いい球ですね。うん、まあ、ちょっと上がるね。はい、じゃあ行きます。あ、僕も、はい。よいしょ。ゆるゆる、どのぐらい緩めたんですか？ゆるゆる指数、ゆるゆる指数、指数。1。通常は？通常はもう6かな。6、まあ、10段階の、まあ、通常が6。うん、そう。で、これ1。1ね。うん。ああ、これ不安っすね。不安な感じやるよね。はい、じゃあいきなり言います。あとはもうノーマルっすよね。うん、スタンスもノーマル。とにかく1だ、1でいくと。確かに最初がめちゃくちゃ不安っすね。でも早い。早い。これ早いっすよ。やっぱ上がるね。上がりますね。上がるね。ただ、指導がめっちゃ不安。ちょっと不安だ、ね、ただ、意外と当たる。不安なだけで。指数1で。もう。たまにひどいけど、スピードやっぱ出ますね。出るね。ああ。やっぱ全体的に1ぐらい違うね。違いますね。あだからその3つやったじゃないですか、うん、はいはい、はあ、でも3つとも上がりますよね。上がるね、うん、やっぱり。だからやっぱりその、まあ、どうなんですか、バランスなんですかね、その人なりの、その人の、うん、まあ、3つやったじゃないですか、うん、でどれが一番やりやすいか、まあ、やりやすいかね、はあ、あとはちょっとノーマルの感じからちょっと入れるし、ちょっと力入れすぎる人は、まあ、ちょっと抜いた方がスピードあるかもしれないしね。それいいっすね。じゃあ3つ、うん、全部ミックスしたらどうなんですか、ね、ミックス、はい、じゃあ一番上がるんじゃねえかと。ミックスコースね。1足す1足す1で3上がるんじゃないですか。3足しちゃう、はあ、3足したらヘッドスピード3つぐらい上がってくる。そう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 、めちゃくちゃ嬉しい。そうそうそう、3つ3つ下がったら20ヤードぐらい変わっちゃう、ね、出るよね。で、まずはリズムです。あのリズム上げるワイドスタンス、もうゆるゆる指数1、はあ、ワイド、はい、トリプル、ワイド早く、はい、ワイド早くゆるゆる、ゆるゆる、おお、あ、46だね。あんまでも飛ぶけどね。トリプル効果すごい。トリプル合算すると一応やっぱ上がるね。やっぱ振りづらいですか。振り、まあ、ちょっと振りづらい。すごい、ちょっと広いコースでまずやった方がいいかもしれない。おお。ああ、ちょっと、なんかもっと出てそうでしたけどね。うん、でこれボツで。いきますよ。三つ。いきますよ。どうぞ。まあまあ、やっぱいいっすね、3つ。じゃあもう。3つ。いや、これ3つ。3つ。3つが3でいてよ。わかりました。3つが3。3つね。ミックス、トリプルコースで。いい、まあ、まずワイド。ワイドして。ワイドスタンスきました。あとは、ゆるゆるで。ゆるゆるの。で、リズム。リズム。これめちゃくちゃ。トリプルコースで。トリプルコース、なんかあの、不安しかないですね、これ。めっちゃずら。いきます。おぉ、来たんじゃない ?47。あぉ、いいね。ただもう、必死っす。あぁ。必死。ただでも、飛ぶっすね。飛ぶね。飛ぶ、40。不安だな、これ、ね。ワイドワイドスタンスで。ゆるゆるにして。ゆるゆるにして。してですね、リズム。おぉ、そうそう、いや、そうでもなかったっすね。でも、多分ちょっといけますね。いけるね。3は上がんないですけど、3はない。3上がってくれたらいけるね。やればいいってことは、さすがにそうでもないんだね。だから、まあ1個じゃないですか、1個か2個。1
個まあ足すっていう、そうですね、3つやればいいってもんだからね。でもこれやっちゃうとでもあれですよね、アイアンとかになんか弊害出ちゃいますね、うん、3つ出しちゃうと、ほんと飛ばしたい時だけやって、はい、がいいかなと3つはやるなと検証した結果、はい、3つは危ないぞ、危ない危ない、ね、あんまりそんなに変わんないから、そう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 試してもらえると、はい、いいですね、うん、ちょっと実験だね、実験ですね、はい、皆様ご視聴ありがとうございました、できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。